じゃあ、正井監督ですね、周さんにですね、生い立ちをお話しいただこうと思います。もう周さん、生い立ちの方、よろしくお願いします。はい。自分の生い立ちっていうのは、三重県で、本当小さい頃から、生まれ育って、で、妹が一人、弟が一人、で、その中で、生まれ育って、小さい頃はかなりめちゃくちゃわんぱくでした。なので、これは記憶がない幼稚園の頃も、家の、親の目を盗んで、気づいたら屋根の上を張ってたらしいです。で、近所の小学生の女の子がもうそれを外から見て大慌てして、しゅうちゃんが屋根を張ってるっつって。しゅうちゃんで、そういうこともありましたし、で、少し育って、多分、幼稚園ぐらいの時だと思うんですけど、今度は自分が外に遊びに行きたい時に、母親が、それを許さない時に、母親がベランダで洗濯物を干してる時に、家の内側から鍵をかけて、で母が家に入れないようにして、外に遊びに行ったこともあるっていうエピソードを聞いたことがあったりします。面白いですね。で、やっぱり妹弟いたんで、自分が長男でこうリーダーというか、リーダー気質とかっていうのはあったと思いますし、そんな中で9歳の時にサッカーに出会ったんですよね。でも、自分は本当は野球がやりたくて、で、中日ドラゴンズ。三重県はもう名古屋は隣なんで、野球選手になりたくて。で、自分たちの小学校は小3の3学期に、もう本当に野球少年団かサッカー少年団の2択しかなかったんで、野球に入る気満々で、その時期を迎えたら、父親が、いや、お前のその感じは、サッカーに向いてると。だから絶対サッカーやった方がいいって言って、自分はサッカーやりたくないのに、サッカー少年団に体験で行ったんですよ。それで、初日行って、本当にミニゲームみたいな初めてサッカーやった時に、結構点取ったりして、面白くて、おそらく本当に父親はそういうところ見抜いてたと思うんですけど、それで結局野球じゃなくてサッカーを始めたのが最初です。なるほど。それで小学3年生ですね。小学3年生からサッカーが始まったよと。またその後はサッカーが中止になりますか？そうですね。で、4年、5年、6年は、もちろん少年団のね、当時少年団のおじさんだったのかおじいさんだったのか教えてもらいましたけど、そんなサッカーを教え込むような時代じゃなかったんで、本当にただ自分たちでボール蹴ったり、ミニゲームしたりの繰り返しでしたけど、それでも今自分が覚えてるのは、ずっとフォワード、ストライカーで、4年、5年、6年の3年間で、340ゴール決めたというのは覚えてます。340点取るためにカレンダーに、今日4点。5点とかって書いて、全部足し算して、340ゴール決めたのは覚えてます。アシストは分かんないですよね。アシストは分かんない。340ゴール。アシストは、本当に、今となってはアシストも大事、アシストする人も大事なんですけど、当時はもうそんなこと考えてもいない。本当にいい悪いは別にして、ゴールを決めることしか考えてない。フォワードだったんですね。フォワードですね。よくつけてましたね、それ。で、自分でやるんですか？自分でつけてましたね。すげえな。傾向として本当に一つのことに興味を持ったらもうそればっかりやるみたいな。もう、ラーメン屋でも担々麺と思ったらもう、毎回担々麺しか頼まないみたいな。そういうとこはあります。じゃあもうそういう感じなのは、小学生の時に、で、もう出来上がってたんですね。今振り返ればそういうことですね。なるほど。小学生時代の時に、みんなにオープンにしていいこともしあれば、またこの次の回で中学生へ行こうと思いますんで、うん、小学校の最後、うんうん、小学校まででなんかこの生い立ちの中で、なんかこんなこと、もう他にもあったぜみたいな。いやもういっぱいありすぎて、わんぱくすぎて、で、空手をやってたんですよ。自分は。小学校1年生で空手やってたんですよ。でもその理由が、うちの母親が空手やりたいだけだったんですよ。でうちの母親が空手やりたいけど、はい、そんな30代の女性がいきなり一人だけ空手やるのおかしいんで、それで自分と妹と弟を空手やらしたんですよ。で、まあそんな理由で空手始めて、でもやっぱり、サッカーってキックじゃないですか。うん、で、空手もキックなんですよ。だから、後にボレーシュート決めるときなんかは、自分は空手の回し蹴りやってるんで、サッカーのボレーキックとは軌道が違うんですよ。サッカーは、まあ、この、ボールに対して横から踏むんですけど、空手の場合は前蹴りと回し蹴り、どっちかわからないモーションから横に行くので、本当にボレーシュートで回し蹴りやるんですけど。だからなんかそういうこともあったり、ただ、すいません。空手をやっていたので、わんぱくだったこともあって。で、体育館とかは、例えば、高跳びのためのマットが置いてあったりする。ふかふかのマットが置いてあるから、体育館って屋根の方を登れるように、壁の途中からこう飛び出た階段とかがあって、あれをどの高さの段から飛び降り出るかみたいな競争を友達とやって。でも、ほぼほぼ体育館の屋根に近いところから、ま、飛び降りたりとか。なんかもう、で、ジャッキー・チェーンが、自分らの年代っていうのは、ジャッキー・チェーンっていう、カンフー映画のジャッキー・チェーンが、ね、人気だったんで、それを真似て、どうしても爆中したくて。それで今爆中できるんですよ。なるほど。だから体操を習ったとか、爆中も誰にも教えてもらったことなくて、ただ上跳ねて、後ろに回るっていう、それで何度も頭から落ちて。爆中できるようになったのは小学生ってことですか？そうです。小6ぐらい。マジですか？でもアホすぎて、マットの上でやると、マットってふかふかなんで、ジャンプできないんですよ。はい。なんでアスファルトとかで練習するんですか？それからアスファルトなんで、頭から落ちたら、頭をアスファルトに打つっていう。なるほど。すげえ。空手は、じゃあ、1年生から、そうですね。何年生までやったんですか？最後も高校でもやってたと思います。そうなんですか。時々やったり抜けたりもしましたけど、最後高校生までやってました。なるほど。じゃあ、シュウさんがよく、ね、メキシコで出会った時代よく言ってた軸とか、なんかこう、体幹、はい、それってやっぱ空手から来てるんですか？空手から来てる部分は大きいですね。そうですね。はい。なるほど。あれって今の、なんていうんだろう、お仕事にも完全に繋がってますよね。いや、完全に繋がってます。ですよね。はい。なるほどな。例えば、相手と勝負、駆け引きじゃないですか。ほとんどの右利きの選手は左構えなんですよ。で、左構えで、ね、ここで短いパンチと最後ストレートを繰り返すために。で、自分らの道場というのは相手を欺くために、右利きの選手が右構えするんですよ。で、利き手で、こっちで小さいパンチ打って、左で打つんで。で、逆に言うと、得意な方の右足で、至近距離の前蹴りも決められるし、遠い左足を鍛えといて、左の回し蹴り決めるっていうのもあるんで、相手を欺くとか、間合い、ね、サッカーでも1対1とかあるじゃないですか、フェイクとか。だから、むちゃくちゃ関連はしてると思う。いい小学生時代というか、そういう表現がいいのか、とにかくわんぱくだったと。そうですね、そして空手とサッカーに出会ったと。これが結構人間ませ集中を一個作ってる、ベースになってるよってことですよね。そうですね。なんで今逆に指導者視点で言うと、やっぱりちっちゃい頃とか小学生の時に、サッカーじゃないこともいっぱいやっとくっていうのは、大きいと思います。自分は本当におすすめなのは格闘技で、まあちっちゃい頃から前詰めたり、パンチ飛んできたり、蹴り飛んできたり、パンチ当てたりしてるんで、その人との接触が全然怖くないです。なるほどな、それでかいな。でかいですね。だからそのサッカーでぶつかるとか、ボール取るとか、競り合うとか、そんなのなんでもないんで。むしろその接触勝負行きたいぐらいで。はい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 。接触勝負でバーンって行っちゃえば、うちは勝つみたいな。それはちっちゃい頃からやってる利点は大きいですね。うんうんうん、確かに。ありがとうございます。ちょっとこの次の動画で中学生時代に突入しようと思います。また引き続きよろしくお願いします。